今父ちゃん釣りとったらさ、小イカ釣れとった。うん、今回ね、MK21S パレット、パレットのね、この間ね、シフトスイッチ、シフトスイッチをね、一応ね、こう交換用かね、点検するためにね、ちょっとね、形がね、こっちのがね、あの診断で出てるやつよりね、ちょっと古いんですよ。裏のね、部分が合えばやっていきたいと思います。まずこれね、外します。これね、縫い、外に引っ張って、卵ついてきとったらしいのに、こういうかな、うん、外が引っかかってんのか、引っ掛け取って縫いて、ピンを縫いて、で、5mm か8mm やね。これ2個あります。それでね、ちょっと縫ったところからいきます。でね、ここからね、ちょっとタガネとかポンチとか入れてね、叩いたんですがね、やっぱりちょっとマウント外してね、しないとね、この捨て部分がね、ちょっと外れないですね。ここはね、もうね、簡単なんですがね、ちょっとね、簡単にテストをね、できなかったのでね、ちょっと今回はね、断念します。ね、このネジね、9ミリかな、5ミリでもなく8ミリでもなく、これね、スライドするのでね、印同じ位置にね、取り付けてください。これどうやったかな、これどっかの動画でやっとったら、パーキングに合わせてね、落ちました。よいしょ。こう落としたやらですね。これは引っ掛けるだけかな。まあ、この辺はね、もうちょっと省略します。とりあえずね、外れないようにね、適当に入れときます。まあ、取り付けるとこね、取り付けるとこね、ちょっとあれ、取れなかった。ただ上からね、ガバッと、カブシャつきました。今回はね、簡単に取れると思ったんですがね、ちょっとね、あの、ノックピンがね、ちょっと手強かったです。まあ、休日などにね、まあ、簡単にできる作業ではなかったです。他にもね、いろいろ動画出してますので、見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。